こんばんは。 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。今日もだいぶあったかい気温で、桜が咲いているところもねあるみたいですから、このまま春になってしまうんでしょうかね。まだ2月ですけどね。はい、というわけで今日はちょっとゲームの話をしようと思います。今日ツイッターで、私が以前作りましたフォートナイトのマップについて意見をもらうことがありました。要はですね、私が作ったマップをプレイしたいのだが、バグがあって先に進めませんという、ご指摘をねいただいたわけです。そうなんですよ、これねバグは申し訳ないんですが、そう認識はしてたんですよ。認識はただあまりそのマップは、プレイされている、ツイートとか動画がなかったので、もう半ば諦めて放置してあったんですね。実はね、ここだけの話、本当申し訳ないです。プレイしてくれた方には本当申し訳ないです。はい、で、今回、ありがたくねご指摘いただいたと。さすがにもうやっぱり直さなきゃなということで、ただですね、そのバグがね理不尽なんですよね。今まで使えていたこうある転がすためのボールを隠す場所があったんですが、その隠す、ボックスの仕掛けがですね普通に機能しないんですね。でなんでそんなものを作ったんだと言われるかもしれませんが、もちろん作った時は機能してたんですよ。逆に言うと機能しないはずがないんですね。でただ、おそらくですよ、この間、バージョン12というアップデートが行われました。おそらくその時に、何かしらの、コンフリクト、何かの影響を、受けてしまってボールが消えてしまうというバグが発生してしまいました。いやーでですね、何回かこう例えば角度を変えてみたりとか、あと中に入れるボールの台座の位置を変えてみたりとか、微妙にこうずらしながら工夫もしてみたんですが、残念ながら、ボールが消えてしまうというバグを回避することはできませんでした。そうなんですよね。いやーで結局これまで何回かフォートナイトというゲームはアップデートが行われてきました。でその中で比較的アップデートの影響が受けづらいオブジェクトというのも経験上、いくつか見てきました。何でしょうね、そのフォートナイトのプログラムの仕組み上、多分他とあまり連携しないような機能なんですかね。その辺はよくわからないんですが、多分この仕掛けを使えば大丈夫だろうという、表示非表示を切り替えられるオブジェクトがあって、それをですね、使って、ただかなり強引な形になんですけども、何枚も何枚もオブジェクトを重ねて隠して、で試したところうまくいったので、リリースし直しました。でそのことをですねツイッターでつぶやいて、一応その投稿されたご本人さんの、レスも無事いただけまして、再リリースということになりました。いやーできることならね、本当にそういういわゆる力技というのはやりたくなかったんですけども、デザイン的には微妙なデザインになってしまうのでやりたくなかったんですが、でもね機能しないよりはマシですから。でせっかくね楽しんでくださってるわけですから、クリアまでなんとかできるようにしたいですよね。しなきゃいけませんよね。ですから頑張って、そういう、応急処置的なレベルですけども、対応させていただいたと。とにかくねゲームというのはバグ不具合つきもんなんですよね。そうなんです、今日はですからゲームの話というかバグの話ですね。でこのフォートナイトクリエイティブというゲームについては、
いろいろなこうマップを作れるゲームなんですね。で、これまでにコンビニエンスストアを舞台にしたホラーマップですとか、お城を舞台にしたホラーマップとかいくつかマップを作りました。でやっぱりね、1日やそこらでできるものではないので、例えば1週間かけて作っている、その間にアップデートがある、でまたバグに見舞われて修正するとかですね、さらに修正したら今度は開発メーカーの方がそのバグをちゃんと元通りに直してきてくれて、結果として直したこと自体が今度はバグになってしまったみたいなね、そういういたちごっこのようなこともね、かつて経験しました。本当泣きたかったですね。茶色の白熊のフロスティというマップを作ったことがあります。その時に体験したバグはもう予告動画でこの日に公開しますと言っていたので、何としてもその日に公開しなくてはいけなかったんですね。でほぼ8割型できていて問題ないだろうという前日か前々日ぐらいにとんでもないバグが起きまして、もう泣きましたね。本当泣きましたよ。もう開発メーカー恨みましたね。2つあって、1つはメモリーが勝手に増えてしまうというバグですね。それは、マップを作るときに、10万メモリといって、まあ、あんまりオブジェクトをたくさん置いちゃダメだよみたいな上限があるんですね。で、その上限の中でやりくりしてみんなマップを作るんですよ。で、それがですね、なんと一夜明けて翌日になってみたら、勝手に10万のうちの5万オブジェクトくらい勝手に増えてるんですよ。何か私がいじったわけでもなく、本当理不尽でしょ、本当理不尽でしょ。でオブジェクトが増えますと、そもそもオブジェクトを選択するですとか何かの操作もできなくなっちゃうんですね。だからバグを直したくても直せないとか、もうね頭の中が真っ白になりました。で結局もう泣く泣く消せるものをとにかく消していって、メモリを減らして、とにかくは作業ができるように一旦はした上で、最低限のオブジェクトだけで、逆に言えばもうデザインもボロボロですよ。本当に今まで頑張ってギリギリまで作り込んだデザインがもう全部台無しですよ。本当に、いや本当ね、恨みましたね。一番その中でも大きかったのはその2つ目なんですけども、ライトですね、光源、クリスマスツリーの光を発する、ツリーがあったんですよ。でそれものすごく大きい光だったので、いろんなところを照らすのにすごく重宝したんですよ。でこうオブジェクトの立体感がすごい出るんですよね、光と影ができるのね。でそれがですよ、それがもう完全に光が消えました。もうありえないですよね。本当ありえない。ですからまあそのマップなんですね、今回の元々のマップも。ですから本当になんか呪われたマップなんですよね、今回修正したマップもね。いやだから本当ね、愚痴っぽい内容に今日はなってしまってるんですが、いや本当ねあのマップは呪われてますね。いやバグはね、開発メーカーも大変なんでしょうけど、本当ね困りますよね。フォートナイトというゲーム以外でも、バグはいくつも経験しています。ギアクラブアンリミテッドというレースゲームをよくレビューしていた時期がありました。でそのレースゲームは、まあ突然レースが終わっちゃうとか、なんかこうコースの外に出てしまったらエラーになってバグったままでフリーズしちゃうとか、そのレベルはそんななかったんですよ。もうそのいわゆる通常のレースゲームなので、
まあ、もちろん逆もありますよ。あの裏技的に何かのコースに行くと勝手に課金が増えてマックスになるとか、そういういい意味での裏技ももちろんなかったんですけど、そのギアクラブアンリミテッドというレースゲームにおいて一番ね困ったバグは、あの何でしょう、ヒューマンエラーですね。ヒューマンエラー、何かというと、レビューを、新バージョンでレビューを依頼されたんですね。で、こういう条件でクリアすると次のレースに進めるということは事前にやっぱり教えていただいてました。でその通りプレーをしていったんですね。しかしクリアできないんですよ。なんでと、何十時間もかけて言われた通りにこうプレーをするわけですけども、なぜかクリアできない。困りました。本当困りました。これどういうバグだと思って本当困りました。発売後のソフトでしたらね、こんな感じで途中になっちゃいましたけど、ご視聴ありがとうございました、バイバイみたいな感じでね、レース体験日記みたいな感じで動画にアップできますけど、まあ、レビューとしてね、仕事として依頼されていたので、そのバグを、解明しないままアップするわけにはいかないですよね。いやーこれもね、ほんとね、泣きましたね。やっぱり発売に合わせてみたいなものなので、とにかく寝る間を惜しんでね、あえて頑張ってプレイするわけですよ。いやだからほんとね、YouTuber、しかもゲーム実況、好きなことやって儲かるんだからいいじゃんって思われるかもしれませんが、いやそんなことないですね。本当に本当に大変ですね。ごく一部だと思いますね。企業案件で美味しいと、普通に言える方は多分一部だじゃないかなと思いますね。少なくとも私はそのレベルではないですね。で、結局どうなったかと言いますと、なんと、そのクリア条件は、海外にある開発メーカーに、日本支社の方が問い合わせをし直してくださったんですよ。そうしたらですね、なんとびっくり、もう実はクリアしていたと。画面上に見えるこれこれこういうところが実はクリアした証なんだということがですね分かりまして、まあこのヒューマンエラーというか行き違いというかずっこけましたね。本当にずっこけましたね。まあですからそのね、昼夜を問わず頑張ってプレイした分は無駄にならなかったので、まあね、それはそんなに恨み節には ならなくて済んだは済んだんで、結果としてはオーライだったんですけども、いや本当ね、本当その結論が分かるまではね、本当ストレス溜まりまくりでしたね。まあでも本当それ以外にも細かなバグはねいっぱいあって、ちょっとしたテクスチャーのズレとか、まあ、そういうものは動画のネタになるので、まあ、ある意味嬉しいは嬉しいんですけど、やっぱり仕事が絡むとか、あと自分自身の作品におけるクオリティに関わってしまうとか、なんかそういう、第三者のためにね、何かやっている作業に影響が出るバグというのはやっぱりねストレスたまりますね。なんかね、まあ、逆に言えばそれもねちゃんとこう大きな心で大きな器で受け止めて、ははははまあ、これぐらいですいません、ご視聴ありがとうございましたなどとできればいいんですけど、なんかね変なところで真面目固い性格が災いしてか、あんまりそういうのこう振り切れないんですよね。その辺はねまだ修行が足らないなと、まあ、やっぱり思いますけど、まあしょうがないですね。はい、できればバグには遭遇したくないですが、まあ、ゲーム実況をやってる以上はしょうがないかなと思います。はい、今日はゲームの話で特にバグにね関する話です。
まあ、かつて私自身が、ゲームを作ったという話もしましたが、まあ本当にそのゲームの開発の半分ぐらいはバグ取りといってもね、過言じゃないんじゃないでしょうかね。それぐらいゲームって本当ね、バグ取りが大変ですし、まあ、出てきてしまうものなので、そこのね、そことの向き合い方はもっともっと上手くなりたいなとはやっぱり思いますね。なるべくストレスためずに楽しく動画撮りたいな。まあ問題ないでしょう。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い日でありますように。おやすみなさい。